クリストファー・ジョーンズはアメリカ合衆国、テネシー州ジャクソン出身の俳優。父親は食料品店の事務員、母親は芸術家だった。ジョーンズが幼い頃、母親が情緒的問題から入院したため、兄弟と共にテネシー州メンフィスにある児童福祉施設、少年の町に預けられる。そこで似たような追い立ちを持つジェームズ・ディーンのことを知り、 彼のファンとなった。その後軍隊に入ったが、敵前逃亡の門出軍事刑務所に服役する。除隊後ニューヨークへ出て、俳優の仕事を始める。母親は、彼が19歳の時に亡くなった。1961年12月17日、クリストファー・ジョーンズの芸名を名乗り、テネシー・ウィリアムズ原作、シェリー・ウィンタース主演、イグアナの夜で、ブロードウェイデビュー。ウィンタースに メソッド演技法の創始者であるリー・ストラスバーグの娘のスーザン・ストラスバーグを紹介され、後にリーが主催するアクターズ・スタジオで学んだ。ジョーンズとスーザンはリーの反対を押し切り1965年に結婚し、翌1966年に一人娘のジェニファーを設けた。1965年にハリウッドに移り、20世紀。 フォックス制作の ABC のテレビシリーズザ・レジェンド・オブ・ジェシー・ジェームズで主役で実在のガンマン、ジェシー・ジェームズを演じる。番組終了後、ジョーンズは映画青春の海で妻スーザンの夫役を演じた。だが、現実の夫婦生活は映画のようにはいかず、彼らは1968年に離婚した。1968年、ジョーンズは映画狂った青春で、 シェリー・ウィンタースを相手役に野心家のロックスターを演じ一役スターの座に登り詰める。さらに同年コメディー熱い肌でイベット・ミミューと共演した。また、この頃ジョーンズは女優シャロン・テイトとその夫で映画監督のロマン・ポランスキーと親しくなった。後にジョーンズは当時妊娠中のテイトと肉体関係があったことと彼女が 死の予感を抱いてたことを告白している。1969年、イギリス映画、鏡の国の戦争、イタリア映画、さよならを言わないでで、いずれもピアデ・デゲルマルクを相手役に主演した後、アイルランドを舞台にしたデビット・リーン監督の大作、ライアンの娘に英国軍将校の役で出演する。だが、リーンとの関係がうまくいかず、 当初は6ヶ月の撮影予定であったにもかかわらず、実際の撮影終了まで丸1年の月日を要することとなった。このことと同年起こったシャロンテとト殺害事件が、彼に大きな精神的ダメージを与え、撮影終了後カリフォルニアに戻るとそのまま俳優業を引退した。1994年にジョーンズはクエンティン・タランティーノ監督、 パルプフィクションの Z 役のオファーを受けたが辞退している。彼の最後の出演映画は1996年のコメディマッドドックスであった。俳優業引退後のジョーンズはアーティストとして活動した。彼の代表的な作品の一つとしてハリウッドフォーエバー墓地に展示されているルドルフ・バレンチノの油彩画がある。ジョーンズは2014年1月31日、 癌による合併症のため72歳で亡くなった。ありがとうございます。